時勢に応じて自分を変革しろ。一見すると当たり前のことを言っているようですが、この言葉が江戸から明治にかけた時代に生きた人物の言葉と考えるとその先進性に心から感心します。坂本龍馬の最初の武器は刀。土佐から上京して名門千葉道場の入門しました。武士としての腕を磨くのはやはり剣であるということで。 それなりの実績を上げていったようです。ちなみに千葉道場は北新日頭流という流派で、門下には、清川八郎、山岡鉄秀、三男圭介などがいたと言い,います。その次は拳銃。次にローマが装備したのは拳銃。慶応2年1月24日の寺田屋事件でローマが使用した銃は、桂小五郎宛の書簡に、 高すぎより広くコーピストールを持って打払い、一人を、歌おしこうとあったそうです。そして、銃がこれからの戦争の中心になるため、刀は必要ないとも言い切っているようです。まだまだ刀が武士の魂であった。その時代に何とも大胆な発想です。ローマの生き様はこちらも大胆です。そして万国候補を、 有名なイロハマル事件を経て、ローマは武器から法律へと重心移動します。つまりドン立ちする前に勝負を決することができる。または勝負した後の結果を有利に進めるための武器ということです。江戸から明治にかけて、海外との関係も国内の事情も大きく様変わりしました。これほどの大きな変革はないという情勢です。 その中で多くの日本人は旧来の考え方に固執して、なかなか新しい時代の到来を正面から捉えられず、時代から取り残されていたと思います。その中でローマのこの名言とともに、見事なほどの具体的な行動変化を、